い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワープロサクセススペシャル、今回はこちらの配信826日記念、まあ、パワープロ記念スペシャルガチャを引いていきたいと思います。まあただこちらのガチャすげえいいガチャかって言われると、まあ言うてもね、常設キャラしかいないので、まあどうだろうね。一応おまけがついてて、まあ10連2回目になると SR 大丈夫博士像が、まあ、1枚ついてくるので、まあおまけ目当てで引くのもいいと思います。まあ一応30連目になるとバナーキャラから PSR が1枚確定しているんですけれども、まあ言うてもこの中でね、欲しいなっていうのはやっぱ虹谷だけですね。まあ、一応サイガの方もパワープロアプリでは、まあ、覚醒対象キャラになっているので、まあ、サイガの PSR を1枚持っておくっていうのもいいかもしれないんですけれども、そうだね、まあ、虹谷一応 PSR1 枚持ってるんで開放用に使っていきたいですね。とあと一応厳選52キャラ、のみということにはなってるんですけど、まあ、この中でいくと、まあ、まず虹谷でしょ。他は、まあ、赤原とかもね、まあ、悪くはないキャラではあるんですけど、そうだね、まあ、PSR だったら東雲くんが欲しいんだよね、正直言うと。 PSR50 にしたい、東雲くん。まあ1枚も持ってないけど、あと雷ね、雷は欲しい普通に。あとマグロか、マグロも開放用に欲しいのと、あとナギちゃんも持ってないので、まあちょっと取っておきたいなというのがありますので、虹谷、雷、マグロ、ナギちゃんあたりが出てくれると嬉しいかな。上の方のキャラはまあいいかっていうところです。まあ一応と、今回このガチャを引く前に、あのなんか無料ガチャがあったじゃないですか。あれまあ引くだけは引いたんで、ちょっと先に無料ガチャの方を、お見せしてから、こっちのガチャを引いていきたいと思います。はい、というわけでもう何が出たか忘れちゃったんだけど、まあそれはちょっと動画で見返していただくとして、意思的に3回はまあ PSR が出るんで引こうと思います。で単ガチャを1回引くと足りるか、まあいいや、ちょっと分かんないあんまり計算してないんだけど、30連を引く石はあると思うので、まあ、10連3回引いて余ったら単ガチャを1回引いて多分終わりになると思います。じゃあまず10連ガチャいきましょう。ここは、180個で引けて、バナーから SR 確定で PR の大丈夫博士像が1枚おまけでついてくるというところですね。いきましょう。もうここは本当、あれ虹が出た。ここから全部キランは出ない。2つ、まあ、2つって言っても虹谷が欲しいんだよな。エレキくんか、まあ、サンダーボルト要因、そうだね。なんだっけ、パワーチャレじゃなくてそうこいつレンジャーがいるんだよね、なんか知んないけどパワちゃん用のちょっと選手もね作っていこうかなと思ってるんで、パワちゃん用の選手とか全然作ってないからね。基本うちのなんだっけ、あの試合用はみんなね独身術ついてるんで、独身術なんてあのパワちゃんにね移ると全く効果が発揮しないんで、まあ、パワちゃん用の選手も揃えてはいきたいと思ってます。2回目は200個で引けて、バナー SR で、SR の大丈夫博士像という感じですねまた虹が出てる。でキラーンよ、キラーンがねいつも来ないんだよね。ほら、まあ、SR が確定してるから虹が出ること自体はまあ別にいいんだけど、その後の演出だよね。牙とかねすんげえいっぱい持ってんだよね。まあ、すんげえいっぱいかって言われたら、まあ他のね、めちゃ課金してる人たちに比べれば全然ですけど、俺の中ではいっぱいいる。で SR 大丈夫博士像をゲットしましたと。これはね、慎重に使っていきましょう。
で3回目、3回目は PSR1 枚確定ですね、引いていきます。27個か27個だから先こっち引いちゃう。18個。これはなんだっけ、 R の大丈夫博士像がおまけなんだっけ。おお、虹谷の PR。 これ考えるとさ、確定枠でさ PSR 虹谷とかだったのかな。まあ分からんけど、毎回虹が出る。あ、そっか、ここあれか、 PSR が確定してるからだ。そう、このねキラーンがね普通に入ってくれればいいんだけど、確定枠一つですね。能見さん、まあいっか、まあいっかっていうのも失礼だけど、まあ能見さんは全然いいっすね。まあ、どっちかっていうと、まあ虹谷の次くらいには欲しいキャラでしたね、バナーキャラの中では。 PSR としては、まあ、虹谷、サイガ、ノーミさん、ミサちゃん、でもミサちゃんな PSR で使うかって言われたらあれだけど、まあ全然悪くはないですね。あの欲しいキャラ の上位の、キャラだったので。で、ウィークリーガチャとか最近全く引いてないんだよね。もう引くパワーストーンもないしまあそんな感じで、そうですね、ノーミさんの、まあ確かに PSR は全然鍛えていって、いいと思いますので。まあただ PSR ってね、鍛えるのすんげえ時間かかるんで、まあ、ゆっくりと育てていきましょう、という感じで、今回はこれで終了したいと思います、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。